EY 税理士法人インダイレクトタックス部の岡田と申します消費税を担当しております消費税の適格請求書等保存方式いわゆる消費税インボイス制度が2023年10月から導入されますまだ時間が十分にあるのでこれから対応する予定の視聴者の方現在取り組み中という視聴者の方いらっしゃるかと思いますこのコンテンツでは実務編ということで 制度課題への実務的なアプローチについて解説したいと思いますコンテンツの内容ですがまずは消費税インボイス制度のおさらいを簡単にさせていただきます2番目にですねインボイス制度対応の重要性を今一度視聴者の方と確認をさせていただきますそして売り手側という立場での対応それから買い手側としての立場の対応を解説させていただきます最後に実務編の肝 なりますが制度対応プロジェクトの検討を説明させていただきます消費税インボイス制度のおさらいを少しさせてくださいインボイス制度は2023年10月1日から開始になりますこのゴーライブ前までにですね、税務課題をクリアにして業務オペレーションの見直しシステム回収を終わらせなければならないということになりますそして適格請求書発行事業者の登録ですね 視聴者の方々が課税事業者であることを前提として、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に、適格請求書発行事業者の登録を行い、14桁の番号を入手しておいてください。適格請求書の法令様式はありません。一つの請求書だけではなく、異なる文書の組み合わせでも、適格請求書、この要件を満たせば OK ということになります。 どの文書を適格、えー、請求書とするのか、これをま決定してください。そして、えー、この適格請求書では交付義務があることにご留意ください。それから、仕入れ税額控除の要件ですが、えー、帳簿だけで適用できるもの、えー、帳簿及び適格請求書の保存をもって、えー、適用できるものがあります。3万円未満の基準、そして、えー、不十分な情報の追記、えー、こういった特例がなくなることに、えー、留意してください。 そして免税事業者からの仕入れに係る経過措置ですが、まあ、実務的に厄介な措置ですが6年間続きます免税事業者への支払いについてその支払い金額に含まれる消費税相当額の80%向上できる期間が3年間50%向上できる期間が3年間ありますおさらいの最後ですが日々の基調に関する税額計算の話です 仮受け消費税を積み上げで計上する場合は仮払い消費税についても積み上げです一方仮受け消費税を割戻し計算で計上している場合には仮払い消費税については積み上げまたは割戻しのいずれかを選択できますそれではインボイス制度対応の重要性についてお話しさせていただきますまあ、おさらいで申し上げました制度内容ですがまあ、何をそんなにこう対応対応って言ってるの 通常の業務で忙しいのですが何かみたいなことを、まあ、そんな声がです、ね、聞こえてくるのも事実でございますそこでインボイス制度対応の重要性についてい、ね、今一度皆様と確認をしたいと思いますこのスライドをご覧ください真ん中に皆様がいます皆様グループ企業がいますで皆様には2つの立場があります1つ目は画面の右側売り手としての立場になります イインボイス制度において売り手側の立場としては仮にですね制度対応していない場合適正な適格請求書を発行しないと皆様の得意先、皆様との取引において課税仕入れを認識して CD 税額控除の適用ができなくなってしまうと払った借り払い消費税をコストとして取り扱うことになります得意先の費用が増加してしまうということですね。皆様としては 相手方に迷惑をかけるということになりますし、まあ、制度対応していない企業ということで、まあ、レピテーションの問題も生じてしまうことになります私が関与しているインボイス制度対応プロジェクトですとこの売り手側の立場に重点を置いています得意先に迷惑をかけてはいけないというところそして自社はしっかりと対応していますというところもアピールしたいというところでこの売り手側の立場というところに重きを置いています。そして 皆様のもう一つの立場は買い手側の立場ということになります。皆様が行う課税仕入れについてですね、仕入れ先から適正な適格請求書を入手できない場合、皆様は仕入れ税額控除の適用ができなくなりますので、皆様側にですねこの消費税のコストというものが生じることになりますで。ここで気をつけていただきたいのが、買い手側の立場といってもですね、すべての取引について、仕入れ先から 請求書を発行しているもらっているわけではないよというところでございますま業種業態によって例えば小売業者であれば消化仕入れという取引がありますま買い手である皆様が仕入れ先にこれだけ仕入れましたよこれだけお伝えしますよとまこういう支払い通知書または支払い明細書を発行することになりますこの消化仕入れの取引において支払い通知書 支払い明細書を適格請求書とする場合にはですねこの通知書明細書に仕入れ先の適格請求書発行事業者の登録番号を記載しなければなりません仕入れ先が適格請求書発行事業者であれば2023年10月1日前までにですね何らかの方法で相手側の登録番号を事前に知っておかなければなりませんそして仕入れ先が免税事業者である場合にはですね ま消費税額が記載されていない通知書、明細書、これを発行する工夫が必要になってきます。それでは売り手側としての対応、これをもっと詳しく説明していきましょう。まず皆様に行っていただきたいのは現状確認、いわゆるアズイーズ分析でございます。現在行っているビジネス、取引における請求処理、そしてま入金処理がどのようになっているか、 というのをまあ横断的に確認するところです。で、この横断的が、えー、まあ非常に重要ということになります。各事業部下の請求処理、入金処理において、えー、まあ紙で請求書を発行しています。EDI を活用しています。観光庁相手なので、相手方の書式に合わせて請求処理をしています。相手方から支払い明細書、支払い明細データを受け取っています。それとまあ。 何も文書を発行していないけど毎月定額の入金がありますまあ、こういった請求入金プロセスを網羅的に確認していくということになりますこの網羅的というところ、えー、なかなか難しいんですよね、えー、主要な取引であればまあ、ある程度こんな感じだというところで、まあ、勘どころもあるので、えー、比較的容易に確認できるんですが全ての請求処理入金処理の確認となりますと まあどうやって確認すればよいかというまあ手法に悩んだり、その確認作業となりますとまあかなりの手間暇がまあ必要になってきますというところです。まあ特に大企業の場合はですね、まあ本当にまあ確認に時間と工数がかかります。各事業部下の請求処理入金処理の担当者へまあヒアリングを実施するというアプローチもありますし、あとは請求書発行システムからアプローチして、まあどんな文書が 各事業部下からも発行されているかどんな取引データがま使用されているかというまこれを一つ一つ確認していくことになります得意先に現在発行しているもしくはま得意先から事業している売上に係る文書データの書式様式をチェックする際にですね、消費税額の計算ロゴチックについても確認をお願いします確認の趣旨としてはインボイス制度では一つの請求につき 異なる税率ごとにま1回の発生処理というルールになっていますこのルールに消費税額がちゃんと計算されているかどうかこれをチェックすることになりますあとですねインボイス制度では的格請求書発行事業者にその請求書の保存義務が課せられていますま現行でもしっかり保存されていると思いますがま今一度文書データの保存チェックをお願いいたします これを機に電子帳簿保存法に対応されたいという方々はですね。ま電帳法プロジェクトとしてまインボイス制度対応と並走してま行うことになると思います。現状の確認が終わりましたらフィットギャップ分析となります。これはインボイス制度のまルールに従う場合にですね、何を満たせて何を満たせてないかという分析でございます。現在発行している請求書には 当然規格請求書発行事業者のまあ登録番号記載されていませんが、まあそれ以外の部分ですね。例えばこの請求書一つで記載要件を満たせていないとか、他の文書の組み合わせで行うとか、あと請求書を発行していない取引があるとか、まあそういった点を分析していくことになります。これが終わりましたら、タスク及び実施会談の整理となります。どの事業部下の取引との請求書発行システムで 何を対応しなければならないのかというところを洗い出してですね。その対応するために何が課題になるのか、その実施課題を解決するために今度何を検討しなければならないのかを整理していきます。この実施課題の整理ですが、ま税務上のこう絵に描いた餅のような整理ではなくてですね、現状のオペレーションへのま影響を除むとか、システムに対応する場合の回収の度合いとか、こういったこう踏み込んだところまで。 描いた整理というところが望ましいです四番目買い手側としての対応というところですこの買い手側としての対応の検討のプロセスですが、まあ、先ほどご説明しました、まあ、売り手側としての対応とまあ同じになりますただです、ね、もう相手方から受領する請求書をです、ね、こう一つ一つレビューしていくってこれラチ開かないんですよね、まあ、そもそもレビューにどんな意味があるんだろうというところだと思います 買い手側としての対応で留意する点ですが、仕入れ先に送付している支払い通知書、支払い明細書ですね、つまり、実際に物やサービスを仕入れる皆様が、仕入れ先のために作成している文書、これをチェックしなければならないということです。そうするとですね、当然、適格請求書発行事業者の取る番号がないということに気づきますが。 いつどのように相手方の番号を調べるか、まあ入手するかという実施課題を検討することになります。国税庁が適格請求書発行事業者公表サイトをまあ解説していまして、2021年11月1日から利用可能になります。で、この公表サイトですけど、Web API 機能がついていますので、まあ例えばですね、その公表データを えー、CSV 形式でダダウンンローーードして、えー、自社ののベンダーマスターの情報とと合するという方法もありますまた、えー、2023年4月からですね、えー、仕入れ先から番号を通知してもらおうと、まあ、2023年4月であれば、まあ、大体の、えー、事業者様、番号を入手しているという状態ですので、まあ、こういった番号を通知してもらう文書、あとは仕入れ先にまあ使用させているポータルがあれば、まあ、そこに登録してもらうとか、えー、こういった方法があります。 もう一つの留意点といいますか、えー、まあ制度対応の壁の一つといいますか、えー、免税事業者からの仕指令の対応がございます。まあ今今はですね、すべての仕入れ先々が皆様に消費税を課して請求書を送っています。でまた皆様におかれましてもですね、まあすべての事業者に対してまあ消費税を支払って、でその支払った消費税全額について。 税は、えー、補助を、まあ、適用しているというわけですが、まあ、現時点ではですねこう相手方がまあ課税事業者なのか免税事業者なのか、えー、この確認という方法がです、ね、こう難しいということになります。そうすると相手方がです、ね、こう課税事業者なのか免税事業者なのか判別しなければいけないという方法になるわけですが、まあ、先ほど申し上げました公表サイトで調べるとか あと、今まで支払い金額が1000万円を超えているかどうかで判断するとか、あとはそうですね、相手方にまあ確認をするとかというまあ方法が考えられますが、相手方が定額請求書発行事業者か、免税事業者かで受け取る請求書の書式が変わるでしょうし、こちらから発行する支払い通知書、支払い明細書も、書式も変えていかなければなりません。また、今まで払っているまあ消費税額についてもですね、 2023年10月以降も消費税相当額として支払い続けるかどうかというところも検討しなければなりませんここら辺はですね独金法とかあと下請け法とか法務の観点からも検討が必要になりますあとは細かい話になりますが従業員の経費生産のプロセスもしっかりと現状分析をしてください現行は税込3万円未満の支払いの場合には 請求書等の保存をま用しなかったのですが、まこの特例がなくなります。またあの軽減税率が適用される旨や異なる税率ごとの税込金額の計算がなかったという場合ですね。ま手書きで追記していいという取り扱いですが、この特例もなくなります。ますなわちですね、従業員の方がお店で入手した請求書もしくはま入手していない経費とかについてもですね、このインボイス制度の対応が必要になると。 いうところですどの段階で誰がどのようにチェックを行っていくか不適切な請求書を受け取ってきてしまいましたという場合にはじゃあどのような対応をしていけばよいかという社内プロセスの見直しが必要になってきます今申し上げた論点以外にも業種業態固有の課題が出てくると思いますこれをすべて整理してですね、オペレーションやシステムにどのように織り込んでいくかと いう検討が必要になります、えー。解説する最後の項目となります制度対応プロジェクトの検討についてです。まあここが肝というところなんですが、まあ今までのご説明で、えー、お気づきの、えー、方いらっしゃると思います。この消費税インボイス対応というのはですね、えー、まあ消費税というまあ税の名前はついておりますが、まあ、実際の対応内容は、えー、業務オペレーションの見直しという。 ビジネスコンンサルティングという要素が強いのですもちろんですね税制なので税法のルールをしっかりと理解しなければならないんですがそのルールをですね業務担当者は等しく理解してその担当者の現行の業務にどのような影響を与えるかという現状分析制度課題に対するタスクの洗い出しタスク実行にあたっての まあ課題の検討としてまあそのソリューションというですねえ流れになっていきますからまあ税務領域から離れたえプロジェクト展開になっていくことが想定されますそうするとですねまあ社内でどの部署が担当して進めていくかということになるんですけどまあどうしてもこう消費税のえ名前付きまとってしまうんでまあ財務経理税務課の方がまあ担当するということになります。ただえその方々が えー、他の事業部下にですね、まあすべてヒアリングを実施して、まあタスクを洗い出していく、そして制度対応のための意思決定をまあ推進していくというのは、まあ通常の業務にこう上乗せの対応ということになりますので、まあ、とても負荷がかかってしまいますで。そこで組織や事業の規模がまあ大きい企業の場合には、まあプロジェクト実施のためのまあ事務局設置することが望ましいです。事務局の方が、えー、プロジェクトの進捗管理。 課題管理経営層を巻き込んだ意思決定のプロセスを運営していくことですね在系税務課の方々の負荷が軽減しますとでかつ組織の横断的なプロジェクト推進そして親会社だけではなくまあとは外部アドバイザーの関与具合ですが、まあ、単なるこうインボイス制度に関するこう税務上の取り扱いをまあ聞くと。 というう税務上限だけを探偵してもらうとか財形税務課がまあ旗振り役となってしまったためにリソース不足を解消かつ税務サポートもお願いしたいということで、まあ、関与具合をこう深めるという方法にするともしくはもう持ちや持ちやということで事務局のプロジェクト運営をサポートしてもらうでそして各事業部会のヒアリング実施実施課題のディスカッションまでまあ面倒を見てもらおうといった こ範囲までですね、外部アドバイザーを関与させる、まあこういう検討が望ましいです。まあ実務家の私が申し上げますが、まあ、片手まで対応できるほどこの消費税インボイス制度甘くないです。対応の期限も限られてますし、社内の人的リソースもまあ限られてますから、まあ使えるものは使おうということで割り切りも必要なのではないかと思います。そして事務局等の旗振り役を決定した後に。 まあ闇雲に売り手側買い手側のタスクの洗い出しと思いつくままにですね始めるのではなくてそのプロジェクトゴールがま,あ設定になりますす点点満点の対応難しいいと思いますまた2023年10月までの間にですね組織変更新たな事業展開新システム導入というイベントがあるかと思いますのでまずはこの今回のプロジェクトで何に重点を置いていつまでにどのくらいの範囲 を実施していくかというゴール設定をし、ていくことになりますこれも実務経験に基づいたコメントであるんですが、プロジェクトを開始するとです、ね、あれやこれや本当に細かいところも見えてきてしまいます、消費税、インボイス制度対応以外の部分も見えてきてしまうと、それを全部対応しなければという思いに駆られてしまうものなんですがあくまでも設定したゴールですね、これを意識して、脇目も振らず進んでいくということが望ましいです。 それからプロジェクトのロードマップの作成スケジュール策定についてですがこのロードマップの作成については時間をかけていいと思いますこのロードマップ作成のためにだけ、まあ、外部アドバイザーを雇ってもいいんじゃないかというふうに思います売り手側の検討買い手側の検討オペレーション変更の検討仕入れ先や得意先とのコミュニケーションシステム改修というこれが終わったらこれこれが終わったらこれというようなこうウォーターホール型のロードマップ といううのもあるでしょうしょ売り手側という側面でとりあえずじゃあ、えー、オペレーションシステムコミュニケーションという形で、まあ、アジャイル型の、えー、進み方もあると思います2021年10月から適格、えー、請求書発行事業者の、えー、登録申請が始まりますが、まあ、これをマイルストーンの一つとして、えー、どのくらいのヒントでじゃあ定例化を行っていきましょうとするのかあとは内部や 外部への対応方針の連絡をこう、いつまでに行うんですか？とこうマイルストーンをですね設定しながらスケジュール策定していくことになります。スケジュールの推しをですね。あの、2023年9月とかこうギリギリに設定せず、まあ多少余裕を持ってスケジュールを立てることをお勧めします。なおですね。あの、横断的な対応ということになります。と、他部署の関係者の方と打ち合わせをすると。 でこのスケジュール調整も時間がかかります決算あと株相対応というイベントもありますのでこう思いのほかですねこうキツキツのスケジュールになってしまうかもしれないんですこの対応プロジェクトですが一般に検討フェーズ準備フェーズ実施フェーズの三つに分かれると思います一番時間がかかるのがまあもしくはこう一番時間をかけなければならないのが検討フェーズということになりますまた準備フェーズにはですね シス組織の,の変更や業務オペレーションの見直し内容が決まらないとですねシステムをどのように解消しなければならないかということになるんですがシステムを解消するための予算あと期間ですね要件定義をして構築して,築してテストをして実施するというこの期間ですねこれを早く決めるためには検討フェーズを効率よく進めていく必要が出てきます。あとは実施フェーズについてですが これま買、あ、い手側の立場のセクションで申し上げましたとおり仕入れ席が課税事業者なのか、えー、免税事業者なのかのまあ判別相手方が免税事業者である場合の取引価格の見直し、えー、免税事業者向けに発行する書式の変更についてはですね相手方への連絡まあ、場合によってはこう交渉という話になりますこの、えー、実施フェーズについてもある程度、えー、期間を設けておかなければなりません以上長々とした解説になりましたが 皆様がすでに着手されている、もしくはこれから始めようとする消費税インボイス制度対応についての実務的な留意点でございました。